ドナルド・アーサー・ノーマンは、アメリカ合衆国の認知科学者、認知工学者、カリフォルニア大学サンディエゴ校名誉教授、誰のためのデザインで、人間中心設計のアプローチを提示し、ヒューマンインターフェースやユーザビリティに多大な貢献を果たした。1957年に、マサチューセッツ工科大学で、電気工学、コンピュータ科学の学士号を取得し、 ペンシルベニア大学へ進学。1962年に心理学で博士の学位を取得した。大学院終了後にハーバード大学認知科学センターでポスドクフェローを経て講師となり、1966年にカリフォルニア大学サンディエゴ校へ移籍准教授、教授を歴任する。1988年に誰のためのデザインを上司し、 利用者にとって理解可能であるばかりか、誤解や誤動作を起こさないようにデザインすべきというユーザー中心設計のアプローチを提唱、ユーザビリティの概念を初めて明確化した。1993年にアップルコンピューターのフェローンアドバンストテクノロジーグループ、バイスプレジデントとなり、同社のヒューマンインターフェースガイドラインの策定に関わった。1998年に、 同じユーザビリティと認知科学の研究者だった、ヤコブ・ニールセンとニールセン・ノーマングループを設立し、共同代表。他にもノースウェスタン大学教授、ケイスト特別客員教授、ヒューレット・パッカード重役を歴任した。日本にも北陸先端科学技術大学院大学へ出向したことがある。2005年にベンジャミン・フランクリンメダルを受賞。ドン・ノーマン。 ドン・ノーマン、D ・ o、n n o r m a n a s C ・ I ・ I.JP デジタル用語辞典、オーディン、グレッグ・シー、ロペス、ローラ・エル、ヒューマン・インフォーメーション・プロセッシング、アン・イントロダクション・ツー・サイコロジー・バイ、ピーター・エイ・チ・リンジー、ドナルド・エイ・ノーマン。The American Journal of Psychology 110-635-641-5-10.2307 1423,414 14ありがとうございます。